トキさん、どこ向かってるんですか？倉庫。倉庫。倉庫オブセブンヘイ。ああ。ハノズ。Ladies and gentlemen. Yo. バブル TV。今日は何をしに倉庫オブセブンヘイに？今日は実はちょっと大事な日で。この度セブンウェイとパートナーシップを結ばせていただくことになりまして、あの社長の猫ピナスさんがいるということで、まあ、それの正式な話といっぱいねホールドを紹介する YouTube なりリールなりを撮りたいなと思ってるので、響と一緒に行って一日いろんな動画を撮りまくりたいと思います。お願いします。 Here we go。 Here we go。 でかっ。全然映らん。醤油積んで、醤油3000リットル積んでるこれ。やば。人殺せるやん。塩分かか。到着しました。セブンエイさんの外で大好きなコールド紹介していきます。愛してやまないと言っても過言ではないエクスプレッションのレジェンド、このシリーズごと好きなんで、ちょっとね今回ねブランドに分けて、あのいろんなブランドさんを紹介していくんですけど、ちょっとレジェンドだけ、エクスプレッションのレジェンドだけ、レジェンドだけで紹介していきたい。めちゃめちゃレジェンド。いやもう大好き。で何がいいって、なんか商業用のジムでも全然使えるし、マブだったらさ、例えばコンペティターに向けた課題とか作るで、実際ワールドカップとか世界選手権でも使われてるし、その使い方によっていろんな幅があるっていうのがめちゃくちゃいいよね。じゃあどういう幅かっていうと、例えばさ今だったらハリボテだったりとか FRP だったりとかバンバンつけるわけで、その厚みによってできる動きの幅とかが変わるでしょ。レジェンドって基本的にそんなに厚いホールドがないの。例えばさ、これエッジのシリーズなんですけど、これスタートとかになりそうなぐらい頑張るね、ホールドとか。でもこれね、クリンプちょっと軽いシリーズ、これをこう組み合わせることによって持ち感を変えられたりとか、あと最近だったらさ、レジェンドの新作でまだ入ってないですよね、世界選手権で使われた黄色の大きいやつ、重なってるやつとかも、その重ねてここにこうアドホールドするっていうのがもう普通になってきたから、厚みとしてもこれが使える。でしかもレジェンドって、まあ、今これ出してるのがクリンプなんですけど、これレジェンドスケール大きいサイズなんですけど、雰囲気がさめっちゃ似てんのよ、ちゃんとシェイプ合わせて作ってて、だから例えば小さいものと大きいものを組み合わせたもうその1本のラインのルートで存在感が出るっていうか、まあ、統一感を出してセットすることができるっていうのもレジェンドのねすげえいいところで、これね意外とみんな知らないんだけど、これねポッケがめちゃめちゃいい。でこれビスの一番小さいシリーズのポッケなんだけど、これね結構インカットしてて、まあ、2本指ぐらい入る。これさなんかさちょっと外っぽくない？すごいインカットしてるわけじゃないの、こう頑張って持たなきゃいけないみたいな。確かに。これが、まあ、もっと薄いのもあって、例えばさこういうのだったらさハリボテとかカンプとかにつけてポッケとして、ね、持てたりとか、フットホールドでもやっぱポケットってさこう踏み面が制限されるから、それだけでこうストレスがかかるちょっと面白いのかな、でこのさシリーズもめちゃくちゃ好きなんだけど、ちょっとガバなちょっとガバなんですよ。でこれだったらもう軽い感じ、あんまりこう体が上に上げられないような悪いことだから、これとかさめちゃめちゃインカットしてるガバのね。でこれによってこう動ける幅は大きくなるじゃん。でもこれだけこう切れてるからフットホールドとしては使えない。でさっきも言ったように他の、まあ、クリンプとかレッジとかあとスケールとかと合わせても雰囲気がすごい似てるから、こうラインセットの中でいろんなバリエーションを出しやすいっていうので、レジェンドがめちゃめちゃ使いやすいよ。で例えばさマーブーとかでもよくさ重ねて使ったりとかしてるじゃん。でも言っても重ねて時間を変えてこう頑張って持たせるような動きにしても、この薄さで作れるの課題が、って言った時に他の課題はやっぱ邪魔しないよね。そうっすね、ケアできる。そうで大きいハリボテとかがドンドンドンってついて、その間とかにこういうのが入ったとしても、これを使って自分で印象的に課題を作れる。そういう意味でこれはなんだっけ、クリエイター意欲的なことなんて呼ぶの、響き。コン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 釘を刺す、コンコン。
でそそられるっすよね。そう、そそられる。実際に売れてますか？売れてます。人気のシリーズです。うん、はい、やっぱりこのレッジと、とかこういうのが、はい、あのその紹介してもらった通り、はい、あの厚みもなくて他の課題にもしないですし、うん、持ち感もいいし、うん、でいろんなグレード感にも対応できる。ビスのクリンプありますか？あれめっちゃ好きなの。ビスのクリンプね、なくなっちゃった。すごっ。すごい。マブでもねめっちゃ使ってます、うん、ビスのクリンプインカットしてるし、まあシリーズ結構入ってるんですけど、タルンやだったら本当になんかユースの例えばさ A とかハレルとかさ、うん、頑張って持たなきゃいけないぐらいのクリンパーとかあるの、うん、あすごいやっぱ人気なんですね。ありがとうございます。まずそのおかげです。いやいやいや、うん、でもう一個超絶おすすめの理由があって安い。お値段以上に取り信じられないぐらい安いと思う。でホールドってさやっぱ費用対効果値ってするんですね。買うってなったらね、買うってなったらそれを買うことによってどういう印象がお客さんに与えられてどういう課題が作ってどのくらいお客さんに還元できてそれが売り上げにつながるかっていうところだと思うんですけど、さっきも言ったようにいろんな使い方ができてバリエーションが出せる。でしかも他の課題を邪魔しないとかこれ1本だけでも際立てられるっていうところで、まあ、十分ペイできるぐらいホールド自体魅力があるのにそれプラスアルファで使いやすさ、そのついつい手に取ってしまうようないろんな工夫がされてるっていう意味でエクスプレッションのレジェンドのシリーズは本当におすすめです。で海外のジムとかでさよく見てるんだけどさ、このレジェンドの大きいポケットあんま日本だと見ないかな。見ないですね。でもさこれがさ壁にさどん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 って簡単な課題とかもヨーロッパとかでありそうじゃないですか。あると、もうやりたくなるやん、やりたくなるよね、うん、そうやっぱり印象的にできるんだよね。ただこれさホールド本当にすげえなって思うのがさ、このパターンの感じとかが全部似てるの。縦じわなのか分かんないぐらいのこの微妙なシワあるでしょ。このさアウトラインのこの曲面差とかが他のやつと合わせてもそんなに違和感がない。確かに。例えばさ俺らだったらさアウトラインとかよく合わせるけどさ、なんかこんな感じとかであってもさそんなに違和感ないじゃん、うん、同じシリーズの同じシェイプなんだなっていうのがパッと見ても分かるでしょ、うん、それってなかなかできないと思うんだよね。ホールドを俺シェイプしたことは、まあ、1回しかないんだけど1回しかないんだけど、ケリさんの工場でさ遊ばせてもらった時と、2回あるわ、ゲンさんのアプリで遊ばせてもらった時があるんだけど、何がすごいかって例えばクリンプ買ったらさ10個ぐらいセット入ってるわけで、ホールドのボルトオン買ったらさ5個ぐらいこうちっちゃいカゴとか入ってるわけで、同じシリーズで同じような似たホールドで違うシェイプを作るのってマジで難しい。だ例えばまあ、エッジがあってスケールとかってちょっと新しいやつなんだけど、このシリーズ伸びるって言った時にその形を発展させてこれだけバリエーションを作るっていうのは相当難しい作業だし、あんまり他のブランドだとできないんじゃないかなって思う。こういう細かいようなところ、なんかさ例えばデュアルでこう線が入ってて模様があるとか、いかにもその象徴的な目立つような何かがあるわけでもなく、単純に形とシェイプと持ち感と雰囲気でこれだけ似てるっていうことが少ないと思うので、そういう意味でもねラインセットが主流になった今ね使い方もおすすめかなと思います。で微妙にマッチしづらい大きさ的に、うん、こんだけ不足なのに8個ぐらい欲しいですね。欲しいよね。それだけの課題作りたいもんね。いいよね。いいよね。めちゃめちゃいいと思う。グチその体勢で今日1時間いるってことじゃん。そうですね。